うぐいすの影絵うぐいすの影絵のやり方音里喜。音里喜は、実編者19作、北川月、麻呂画による影絵の指南をする江戸時代の冗談本、下作。文化7年間。副題に、オランダ影絵、黄毛影絵がつくが、オランダのものではない。長崎オランダ人の主席のざれ言という設定で、19の影絵と、そのやり方を面白おかしく紹介したもの。音里喜は、おつであるの意。安永、天明年間に蘭学など西洋事物が流行したことから、その後の天明、文化時代に、奇拍子でオランダ語、オランダ文字を入れたものが流行り、本書もその類。一種のパロディ本である。前のページに影絵を紹介し、次を開くとそのやり方がわかるという構成で、クイズのように楽しめるようになっている上、そのどれもが実現困難で笑いを誘う。添えられている解説文も妻に呆れられるので離縁してからやった方がいいや、こんなたわけを頼りにしている妻子が不憫など、冗談めかした文章になっている。序章としてよく知られる普通の影絵を見開きで紹介した後、本編として、かんざし、火鉢、提灯、石灯籠、蛇、蛙、柿つばた、酒樽、竹馬、うぐいす、自在釜、鳥居、鳥脚、茶臼、時計、松、竜、切子灯籠、橋、かげろうをページの裏表を使って紹介。ありがとうございます。